お世話になります、一人でございます。最強の包みレイドが来たということで、今回やっていきたいと思います。まさかのね、パラドックスということで、今まで普通のレイドで出てたのに最強レイドでも来るというね、イレギュラーな形ですが、またやっていこうかなと思います。まず最初はね、初見プレイで視聴者さんの方と共に、やっていくということで、いきます。あ、9時になりました。はい、ということで、ちょっとインターネット接続していきます。あ、更新されてる。 OK、 来た。めっちゃ便利な飛行を使っていきましょう。あった、星7来ましたね。 OK、 来ました。はい、ということで、まずは視聴者さんと、そんな打ち合わせガチガチにしないで、まあやっていく感じでいきます。お願いします。よし、寝る気で戦場に出る。はい、鉄の包み来ました。なんか最強レイドっぽくねえな。なんか普通のイベントレイドであったから全然そういう感じしない。いけ、ニャイキング艦隊。初手何やってくるか。さて、あ、雪景色。雪景色はいいぞ。それはいけるよ。それは甘えだよ、完全に。もう一個技やってこない？なんなら。オーラビエルはやばい。けどいける、けどいける、けどいける。けどいけるよ、これ。いけるいける。一旦でいける。はず。俺は手さえすれば。あとみんなが耐えれば。はい、いけどん。嘘泣き。はい、手助け。はい、来ました。いけ。ハイドロポンプ。これ耐えろよ、耐えろよ、耐えろよ。耐えた。オッケー、いける。あと当てれば。オッケー、いけ、頼む、いけ、いけ、ワンパー。オーロラベールも超越してワンパー。やば、初見。完全ワンパー。いやー、でも雪景色、オーロラベールはなかなかやったよ。よく頑張ったよ。よく頑張った。雪景色、オーロラ、もう、いっぱい、おしゃぼあるから、何で捕まえようかな。いや、絶対サファリゾーンにいなそうだけど、サファリボールで捕まえましょう。どうせだったら。ありがとうございます。ということで、はい。ありがとうございます。ナイスです、ナイスです。ちょっと、あともう一匹でやっていいですか？やらさせていただいていいですか？鉄の頭でやりたいんですけど。あ、オッケー、捕まえた！おっしゃ。報酬はまあ、いつも通りですね。経験飴。L6 個、XL4 個、まあ、特製パッチやって、テラピース氷とかあって。あ、テラピースステラとか出ないか、さすがに。なんか出ても良さそうだけどね、最強レイドだから。ステラは出ないと。そういう感じなんだ。あとは普通っすね。いつも通りだ。で、徹底抗戦でいけるか、ちょっと。いやー、どうだろう。ギリいけないかな。よっしゃ、2回目行きましょう。ついでにワンパン。もうお手軽ワンパンだから、ついでに新ポケモン鉄の頭でいきましょう。ドラえもんくん、おっしゃ、行こう。さて、いけるか、ドラえもんくんで。はい、初手雪景色からの、はい、いや、これマジ相当なズルだよな。初手からこれやってくんの、2個技やってくるの最強すぎないこれ。はい、それでみんな手助け。はい、嘘泣き。はい、イケドン。OK、 行くぜ。ハイドロポンプ、あ、そっちの方が早いんだ、さすがに。あ、耐えて、いけ、徹底抗戦、当てろ。 OK、 いけ、頼む、持ってけるか、持ってけた、ワンパー。それはないよ。しかも徹底抗戦のダメージをちゃんと受けて倒れてないよ、こっちは。鉄の頭最強じゃないですか、あなた。いやマジか、これでいけんだ、マジか。アイテムは一緒ですね。特製パッチとかはやっぱ初手だけ確定ということで。あと一匹だけいいっすか。あと一匹だけよろしいですか。徹底抗戦外すかどうかの問題なんだよな。よっしゃ、じゃあまた行きましょう。はい、プレッシャー放って、それで雪景色して、はい、お疲れ様。それでオーロラベール。いや、マジ、技一個も見、技ほとんど見れてない。ハイドロポンプしか見れてないわ。オッケー。嘘泣き。はい。手助け。あ、いけどん、手助け。はい、いけ。
徹底抗戦いけ、当てろよ当てろよ、吹雪で凍んなよ、やめろよそれ、やめろよやめろよ、徹底抗戦いけ、オッケー当たった、これは勝った勝った、はいワンパーン、もう叫ばない、もう叫ばずにワンパンさせていただきました。いやでも吹雪強いわ、吹雪は強い、さすがに必中吹雪は、なので皆さんもお気をつけください。まあワンパンできるんで関係ないですけどね、もうほとんど OK、 ワンタンワンパン3連続ファーストテイク成功でした。はい、経験飴 L めっちゃいっぱいあるね、ということで経験飴 L がありますが、そんなに得るものはないという感じで、はい、ということで鉄の堤さんを見ていきましょう。はい、いました、 6V ですね。いやー、鉄の堤、テラスタイプ氷で、それでフリーズドライ、ハイドロポンプ、吹雪、冷水。いやー、冷水とか覚えてたんだ。いやー、それはすごいわいい技だわ。で、特攻上がって攻撃下がる性格の特性クォークチャージですね。技いいっすね、マジで。雪景色もう覚えてたから、まあそんぐらいか、技。いやでも意外と技数そんないい感じではないような気がするけど、最強の証ね、あとついてますと、もちろん。であとはサイズ証かな。はい、つくかな、さすがにつかないパターンか。パラドックスだから、今回いつもと違うパターンだから、だからつくパターンみたいなパターンあるよ。今何回パターンつったんだ、標準かーい。キュンとキュンとキュン